赤木正夫赤木正夫3月24日から1972年9月24日は日本の農学博士、政治家。日本において、砂防の重要さをいち早く解いた人物で、砂防の父や砂防の神様と称される。兄は中筋村村長の赤木和夫、老いに、画家の赤木総夫に政治学者の赤木する木がいる。赤木正夫像、草加漢字作赤木正夫像。 清水隆作兵庫県豊岡市引野に生まれる。父正家、母民の四条次男の末っ子で、地方の豪能であった赤木家は、聖家で十一代目にあたる。豊岡中学校を経て、第一高等学校に進学、一高校長の二戸稲造から、林学の中でも重要な砂防の立ち遅れを、そそのかされている。1914年に、 東京帝国大学農学部林学科を卒業すると、内務省治水局に入省、吉野川、品野川、木津川などの治水工事を指揮する傍ら、オーストリアに留学して、治水、砂防技術を学ぶ。1931年に、立山の砂防工事に着手し、阪神大水害復旧に伴う六甲山、砂防工事を指揮するなど、国内砂防技術の基礎を築いた。 1935年、京都大学より農学博士号を得る。論文の題は、我が国の砂防広報について。1935年、全国地水砂防協会を設立する。戦後の1946年に、貴族院議員に直選。翌1947年の第一回参院選にも兵庫県選挙区から当選し、参議院議員を2期9年務めた。第三次、 吉田茂内閣建設政務次官。政界を退いた後は、晩年まで全国の現場を渡り歩くなど、精力的に活動した。1971年、文化勲章を受賞する。赤木の銅像が、東京都千代田区の砂防会館前や豊岡市の園、山川沿いに建立されている。2013年、砂防の父、赤木正夫展示館が聖火に開館。 聖火の赤家住宅は国の登録有形文化財。ありがとうございます。